タルサワトンネルを通過する、リゾート山鳥タルサワ水道を通過する列車。タルサワトンネルは、東日本旅客鉄道あがつま線の岩島駅、川原湯温泉駅間の急線上に存在するトンネルである。山の出っ張りを掘り抜いたもので、全長約7.2メートルの日本一短い鉄道、トンネルとされていた。トンネルを含む配線跡は、2020年7月中旬より、 東京レールバイク上がったあのコースとして、足漕ぎ、式トロッコが通過するアトラクション施設として利用されている、群馬県東ズ郡東アガツ城の東渓谷と並行した位置にある。戦時中の特管工事により作られたトンネルであり、1946年の長野原旋回通時にトンネルも完成。通常この程度の長さの岩場ならば、切り崩すか切り通しとすることが多いが、 この岩場ではトンネルが作られた。工芸新聞が JR 東日本高崎支社へ行った取材によると、トンネルにした理由として岩盤が固かったため、くり抜いたという説や、トンネルの上に立つ一本松の景観が素晴らしかったので残したなどの小説があるが、いずれも定かではないという。八っパダムの建設に伴い、あがつま線の岩島駅長野原草津口駅間の うち水没する予定の区間を含む約 10.4km が付け替えられた。切り替え工事に伴い2014年9月24日をもって急線での営業運転を終了し10月1日からは新ルートによる営業運転が開始された。急線上の樽沢トンネルはダムサイトより下流にあるため水没を免れるものの付け替えに伴い用途廃止となった。 なお現行ルートの岩島駅川原湯温泉駅間は、急線より南側の山中を八波トンネルで通過しているため、車窓から樽沢トンネルを望むことはできない。本トンネルの廃止後、JR で最も短い鉄道トンネルは、西日本旅客鉄道クレセンの川尻トンネルとなった。2020年7月中旬により、 タルサワトンネルを含む廃線跡の区間約1 6トルを利用し、東京レールバイク上がったんとした足小ぎ式のトロッコで走ることのできるアトラクションとして共用が開始された。往復約45分を要する。さらに、ダム近辺までコースを延長する準備が行われている。あがつ線岩島駅から国道145号に沿って、 約4トル西に進んだところに位置する。ただし八ッパダム工事に伴い、2014年11月18日より、付近の国道は車両通行止めとなっており、トンネルまでの約1トルは歩行者のみ、通行可能となっている。このため、車両でアクセスする場合、対岸にある12択パーキングに車両を止め、徒歩で猿橋を渡ってアクセスするルートを取ることになる。 ありがとうございます。